スリナム航空764便墜落事故は1989年6月7日に発生した航空事故。スリナムのヨハンペンヘル国際空港に侵入していた旅客機が墜落し、乗員乗客187名中176名が死亡した。1989年6月7日、オランダ・アムステルダムのスキポール国際空港発。 スリナムパラマリボのヨハンペンヘル国際空港行きのスリナム航空764便は1969年製のダグラス DC-8 から62機体番号 N1809E によって運航され、現地時間で前日の23時25分にスキポール国際空港を離陸した。しかし、翌日の午前4時27分頃、 ヨハンペンヘル国際空港への侵入中に樹木に接触し、機体が反転する形となりながら墜落。この事故で、乗員乗客187名のうち176名が死亡し、生き残った11名も全員負傷した。事故機は1969年に製造され、アメリカのブラニフ・インターナショナル航空に納入された。ブラニフ時代の百七十九年には小規模な 事故を起こしていたという。ブラニフ航空倒産の後、機体はリース会社に転売され事故機の N1809E はリースされた機体であった。事故の原因は、機長の無謀な操縦にあった。当時、ヨハンペンヘル国際空港周辺では濃い霧が立ち込めており、極端に視界が悪化していた。濃い霧のために2回着陸をやり直したにもかかわらず、機長は、 大体空港へは向かおうとはせず、3回目の着陸を試み事故になった。この飛行機にはプロサッカー選手とスリナムの要人が乗っており機長は彼らを大体空港には降ろせないというプレッシャーを感じていたものと考えられている。機体はアメリカの航空会社が保有するものではなかったが、リースされていた機体で、かつ機体番号がアメリカ籍であったため、 国家運輸安全委員会による対策が行われた。内容はアメリカ国内で運行されている航空会社の全乗組委員のリスト提出、国際線におけるパイロットのリースシステムの規制などであった。当該機体にはカラフル11と呼ばれたスリナム系オランダ人、サッカー選手の一団が上記していた。彼らは 貧しい地帯で生まれ育ったプロサッカー選手たちであり、スリナム系オランダ人、サッカー選手の選抜チームが、スリナムで試合を行うために飛行機に乗っていた。カラフル11のメンバーの内ートフリット、フランク・ライカールと、アーロン・ビンター、ブライアン・ロイ、スタンデー・メンゾラは所属クラブが、スリナム行きを拒否したため、この飛行機に乗らずに難を逃れている。 この事故で蒸気していたカラフル11のメンバー18人のうち15人が死亡。3人が生き残ったが、シギレンスは骨盤を骨折して選手生命を絶たれ、エドゥ・ナンドラルは脊髄を損傷してシ守麻痺の症状が残った。ラデーン・デ・ハーンは事故により椎骨骨折のダメージを負ったが、プロやアマチュアのサッカークラブでプレーを続けた。この墜落事故では、 飛行機で移動していた犬も無事生還し、その後、ラッキーと名付けられている。また、この飛行機の便名自体が事故を予知していたという都市、伝説も流布されている。ASNAI rc, r, a, f, t, a, c, c, i, d, e, n, p, m, c, t o, n, e, l, l, t, o, u, g, l, a, s, d, c, ダッシュ 8, d a 6, 2, p, a, r, a, m, a, r, i, b, o, dash, z, a, n, d, e, r, i, j, i, n, t, e, r, n, a, t, i, o, n, a, l, a, i, r, p, o, r, t, a, v, i, a, t, i, o, n, ダッ s ュ s, a, f, e, t, y, ドット net. a, b, c, d, e, f. ザカラフル11スリナメースラストジェネレーションエレディビジアリフ2010年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年9月2日閲覧デビッド BD 貴重の真実講談社2002年 P286AB25 ジャーナドラマクラウシュエルフトルノススポーツ2014年9月2日閲覧ありがとうございます